足立優子の木曜結びラジオ、ここからはですねミスター三日月でございます。何ですか爪で引っかいたような三日月、いやうっとりする歌詞でございますけれども、お結びラジオではスーパースタースターダスト、そして調整さんなんて呼ぼうかっていうね、三日月でいいんでないっていういいですそれで、はい、クレセントまたはムーンダスト、何でもいい、何でもいいです、好きなように、はい、好きなようにっていうか、はい、これはあの、インオアアウトのね、はい、アルバムの中から三日月、あの、はい、初めましてじゃない人、はい、坂井でございます、坂井調整さん、はい、よろしくお願いいたします。初めましての人もきっといらっしゃいますよね。あ、はい、うん、そうですね、初めましての方もいらっしゃると思いますが、でもさんとは ちょっとぶりですよね。ちょっとぶり、あのカーリングの話題でね前回盛り上がって、1ヶ月くらい前でしたっけね、オリンピックの頃だから2ヶ月、そんな経ちましたか、はい、で次は5月の5日のライブの前にね、あ、そうそう、ぜひということでございまして、はい、ね、皆さんからマンスリーゲストにぜひどうでしょうとかね来てますけどね、はい、話題ないですよ、タカパパさんからはスーパースタースターダストクレセントかっこムーンダスト、千春さん、美奈代さん、調整さんのお三方のコーナーいつも楽しみに聞いてますということで、前回はカーリングの話が面白かった、あっと驚く引き出しをいっぱいお持ちなのではと思っていますがということで、大したことはないですけどね調整さんね、あんまりね振りが強いと照れちゃうタイプだからね、埋められ慣れてないんですよ、じゃあけなされ慣れてる、けなされ慣れてる、調整さんゲストで嬉しいです、埼玉の夏代さんから、あ、どうもどうもありがとうね、はい、3月は関東ライブの 2days 行けて嬉しかった、あ、お世話になりました、ありがとうございます、9月も楽しみにし、ね、来てくれるんですよ、うん、夏代さんは美濃屋さんのファンでも、元は美濃屋ファンだったんですけど、うん、やっぱ美濃屋より俺の方がいいっていうそういう決断、二股ギブ、はい、でも多いですよね両方お好きって、うん、やっぱり、ね、はい、でも歌の世界が違うけど世代的にはどっちもね、うん、癒される的な、多分僕と美濃屋が仲良しっていうのが、うん、まあ、お客さんにとっても一番楽なところなんじゃないですかね、あ、そうかそうか、うん、性格は違います、僕と美ですか、うんうん、あ、まあ、違うっちゃ違うんですけど、似てるっちゃ似てる、うん、でかい態度の割に腰低いっていうのがありますねあと最近の結びラジオの話題、ね、レンリンゴの井田さんからは、調整さん坂道グループ下り坂65のオーディションいつありますか何これ、何これ、ないんですけど、あの今度はあのさっきちょっと紹介された5月5日に、はい、僕ライブするんですけど、はい、それいつも5月5日は誕生日なので、うん、僕の、うん、札幌のローグというところに、はい、お店でもう10年ぐらい続いてるんですよ、はい、LOG と書いてログ、はい、こちらはライブハウス、ライブハウスです、北区14条西3丁目、14条西3丁目、ね、北13条駅から歩いて、はいはい、3、4分のところ、うんうん、北大の近くです、はい、5月5日、ね、あ、忘れてたとかね、あ、その日行けることになったっていう方は調整さんの方に直接メッセージいただけ、うん、店でもいいですし僕でもいいですし、はい、ログ、ね、はい、お店の方で電車バトル飛ばしてくれてもいいですし、はい、じゃあこの日はなんか私も行くんですよ、あ、そう、お待ちしております、あ、そう、お待ちしております、あ、そうっていうね、あ、そうっていう、私も友達と共通の調整さんのね共通の友達と行きますけど、ノーギフトってどういう意味ですか、要するに誕生日なんで最初やってた時に、はい、プレゼントいっぱい持ってくる来てくれる方いらっしゃったんですけど、はい、そんなことしなくていいですと、うんうん、ただ顔を見に来てくれればいいですからという、うん、だそれでプレゼント受け付けませんっていうのを何年前からやってるんですよ、はい、うん、だからノーギフトバースデー、あ、そうなの、うん、じゃあお客さんにプレゼントしたら、だから、だから俺の歌をそんなこと気づかなくていいんですもん、あの、ね、ライブお金もかかりますしね、うん、十分ですからそれだけで、いや、だからプレゼントいらないよっつって、私前回調整さんのライブは比較的あのバックバンドをつけてね、あれ周年記念40周年の記念のライブだったので、今回はなんていうのかな、近い距離で歌聴けるのがすごい楽しみ、あの時のメンバー3人と
連れてきて、うん、よりすぐったさんいやあのギターの人他でも弾いてたのどこだったっけ、うん、売れっ子ですからね、うんうん、みんな売れっ子なので、うんうんうん、あちこちで、うんうん、でギターとベースとパーカッションそれと僕、うんうん、4人でやろうと思ってるんだけどね、うんうん、あそのタイトルがだから、うん、あの乃木坂坂坂、はいはい、日向坂そんなフリフリって言うんで僕は下り坂65ってライブタイトルにしたんで60その日65になるんでね、はい、うん、下り坂真っ逆さまみたいな感じですか、ね、急転直下長生さん65歳、もうすぐ あと1週間ほど、そう、はい、お若いですよねって失礼ですけど、ね、いやいやいやあちこち痛み来てますよまだ目見える耳も聞こえる目はね全然、はい、幸い、うん、ちっちゃい文字とかも、はい、競馬新聞裸眼で見れますからあそうですか、はい、競馬新聞も裸眼で、はい、カーリングの時も裸眼で大丈夫どっちかというと近眼なんですよ、うんうん、だから眼鏡は今知ってますけど、はい、近眼の眼鏡ですおそうですか、うん、ね今、まあ、裸眼の方があれですかね、あの焦点が合うって感じなんですかね、うん、ね、おむすびワインの会のゆかりさん、遅いランチ今からと携帯見た玉木さんが去っていきました、今ちょっと見てますと、食べてすぐ出るので食べてる間聞きますということで、お初でしたら酒井長生さんと申します、初めました腰低いですね、はい、初めての方には腰が低い、はい、さて最近おむすびラジオでテーマになってます、恋と愛の違い、長生さんは、まあ、どう恋と愛の違い、歌の中では分けてる、恋は基本的に異性ですから、うん、基本的にですけど、うんうんうん、愛は性関係ないですから、 あと情っていう言葉がつくのが愛の方だけなので、うん、愛情、うん、だから、うん、愛の方が、まあ、例えば家族とかペットまで含めてね、うんうんうん、愛するのはこっちからだけでいいですけど、恋は向こうからも欲しいですよね。そうか、うん、例えば男女の中だけで恋と愛とすれば、なんだろう、どう、恋は欲しがるもんで愛は欲しがらない、あげるもんですね。すぐ出た、メモしちゃったね、恋は欲しい、うん、相手からなんか欲しいですし、愛はこっちからあげられればそれだけでいいんじゃないですかね。見返りを求めないのが愛だっていう、うん、いや、その時と別の話になっちゃうんで、恋はやっぱり例えば、うん、なんかしてあげたらしてほしいし、うんうんうん、いつだって一緒にいたいし、はい、あ、愛は別に離れててもね、最初の盛り上がりとか始まりが恋、やっぱその後愛に変わるの、パーソナルかパーソナルじゃないかっていう話に僕は割と感じますね、うん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 、マンツーマンが恋で、うん、はい、まあ、のこと今いきなり言われてそれなり答えてますけど果たして本当にそう俺が思ってるのかどうかは謎ですね。じゃ俺の中でなんだろう、愛の曲恋の曲ありますよね、うん、それって傾向的にはなんだろう、別れた話、ラブソングとライフソングってあるじゃないですか、はい、まあ、名言だね、うん、愛はどっちかっていうとライフソングに比重かかってるのかなという気がしますね。愛はライフソング、うんうん、ラブソングっていうのは恋じゃないですかね。うん、僕だってどう考えてもラブソングで女性以外のこと絶対歌ってないですもん僕まあね、そりゃそうですけどね、うん、じゃあ私カーテンコールをかけたいと思うんですけど、あ、懐かしい歌、うんうんうん、これはどんな背景というか、これ、ね、心境というか、男ってやっぱバカはバカなりに順番があるんですよ、うん、女性と付き合う時とか口説く時とか、はい、こういう風に始めてこういう風にしてこう言ったらこうなれるかなって、うん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 、それがことごとく失敗するって歌ですということです。はい、じゃあ聞いていただきましょう、酒井長生さんで、これライブ版 CD なのかな、多分ね、ライブ版の方ですか、はいはい、カーテンコールお聞きいただきましょう。
優しさを演じたのは一番僕が得意な躍動頃なんだよ。口数は少なめに視線は君の口元。始まるとシナリオが狂ってた、はい、予定通りいかないもんですよね。だって今耳元で好きだってささやくとこまで行きましたけどね。そしたらじゃあねだっていやじゃあねっていう。ああ寿司ごちそうしてもらったら、あ電車だから帰らなきゃじゃあねみたいな。そうそういう感じですね。あ、うん、振られた経験っていうのっていい歌になりますよね。どうですかねミュージシャンの皆様。振られた方が痛いですからね。はあ、はい、うん、でね、振られてないうちって続いてるんで、はい、話終わってないんでまだ歌の途中ですよね。うん、うん、何ちゃんとした話してるの。あの手当たいって手痛いあの別れっていうかね、こっぴどく傷つけられることもあるんですか。うん、いやもう最近はないですよ、うんうん、大人ですからもう、うんうん、いや若い時はもうそれあっちぶつかりこっちぶつかり、はい、それはするじゃないですか。別に恋愛に限らず、うんうんうん、仕事だろうが何だろうが、うんうん、運転下手で車ぶつけますしね。そっかそっか、ね、いろんな、ね、ことありますけれどもね、今日坂井長生さんの、ね、ファンの皆さんも聞いてくださっておりまして、リクエストも来ておりますので、あ、はい、この後もたっぷりと曲とお話し続けていきましょう。はい、日高の美味しい元気人、こんにちは、天谷です。北海道新日高町の天谷スタイルはテーマは全部日高。日高昆布の郷土食、海からも山からも今日もいいもの入りました。季節により変わりゆく旬の食材と景色を天谷スタイルで提供します。気軽なランチから特別なディナーまで自慢のメニューを揃えております。天谷でここにしかない最高の日高料理をお楽しみください。ここにしかない日高のもてなし、新日高町静内天谷、詳しくはお料理天谷で検索を。FM Drama Scene Wonder Strange Radio Show。
田千代子の木曜おむすびラジオをお送りしています。この時間はですね、おむすびラジオでは三日月クレセントまたはムンダストとお呼びしております。坂井長生さんゲストでございまして、幸さんからは長生さん準レギュラー嬉しいです。うるさい私も認めた覚えはないような気もしますが、楽しみにしてますという方でね、今回の告知で、あれ、はい、この番組結構出てるなと思って、うんうん、出してもらってるなと思って、はい、準レギュラー、準レギュラーという夏代さんからも長生さんマンスリーゲストがいいな、そんなに出たら開けられますかちょっとね、いろんな方向からちょっと出していくということですけれども、5月5日のライブとかは、うん、もう曲順決まったんだとかね、決めました、はい、はい、で、あさってかな、うん、リハ入るんですけど、はい、まあ、どんな風になるか、必ず歌う歌ってありますか。今はやっぱスリップスライダーとかボイスとかは、うん、やっぱりやってくれっていう声大きい。スリップスライダーいいよね、あれでしょ、スライダーって姉ちゃんに、うん、お姉ちゃんに言われたんでしょ、うん、どうしてうちは貧乏なのみたいな歌でしたっけ。そうそうそう、ね、いいですよね、あの曲ね、転調がいいね、すがすがしい感じ。その辺はだから、うん、いつも当面やんなきゃいけない歌になっちゃったんで、はい、やることはやると思います、はいはい、さて、どんなお話が聞けるのか楽しみ。5月の関西でのライブ行きます。ひまわりの約束を覚えててくれ、覚えてます、かな、覚えてます。ひまわり歌ってっていうやつ、そうです、ひまわりという歌があってね、はい、前回 やれなかったんで、うんうんうん、来たかったって、じゃあ次来た時やるわって言いながら2年経っちゃったんで、コロナのせいで、そう ね、 ね、関西ちょっとね、ことごとくキャンセルに、3回飛んじゃってて、3回、うん、今回大丈夫かな。もう店やってれば行くっていうことにしたので、はい、何かが起こっても、うんうん、最悪 昼やっちゃうよぐらいな感じでも、はい、行くっていうことは決めたので、はい、もう21日、はい、5月の21日22日、はい、ね、関西の方で6時6時半でやりますんで、ぜひ遊びに来てください。じゃあこれインワートだから、新しいアルバムからですね。それ2年間中止だからね。そう、うん、なんて、私もずいぶん酒井調整中になってきたっていうか、いい傾向ですよ、ね、そう2年間中止だからねひまわりの約束ってあれでしょ、バス停に髪の毛がよく覚えてます、ひまわり頭っていうかね、そうがいたっていう、はいはい、あんま恋愛の歌だけどっていうかね、うん、一瞬の歌ですね、はいはい、そこからつなげたってね。で、サチさんからリクエストですけれども、遠くへ星空、はいね、どちらかあればお願いしますということで、ちょっと遠くへを用意しました。はい、はい、この遠くへどういう曲でしょうか。これはね、うん、ライブ札幌戻してライブ活動始めた時に、はい、やっぱお客さん3人とか、はい、そんなとこから僕も始めたんですよ、ずっと、はい、うん、これで何年かして、うん、まあ、12、3人集まるように大体なった頃に、そうなるとライブってすごくしやすいんですよ、だんだん、うん、2桁になってくるとね、はい、その時にありがたいなと思って、うん、お客さんの方を向いて作った、はい、あ、ええ、じゃあそういう、ね、背景かみしめて聞いていただきましょう。坂井長生さんで遠くへ。
ったけれど、それさえも何もかもが今の僕さ、僕はまだ飛べるよ、もっと遠くへ、まだ僕の足は走れるから、さあおむすびラジオ、え、今日は酒井長生さんゲストでお送りしておりますが、美濃山彩彦さんのねリクエストもすごい来てるんですけどなんで何それ、いや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 、ということで、あの毎回かけるねお時間もありましたので、はい、今日はね酒井長生さんのお時間ということでご了承いただいておりますが、大空からね、大空が聞きたいですということで高パパさんからもいただいております。長生さんは美濃山さんの歌聞きますか？聞きますよ、聞きますよ、うんうんうん、今回のアルバムもかなり好きな歌ありますね。はい、今回のアルバムはなんかもう、まあ、女性さんもだけど美濃山さんもいろんなことをね背景に乗り越えてっていうね、泣きたくなったら今回のアルバムは多分、うん、兄貴のこととか、はい、多少思い入れはすごかったんじゃないかなと思って、その中ではスニーカーという歌とかを、はい、上手に配置して、うん、あの重くなりすぎないように作ってるなとは思いました。そんな中、長生さんが美濃山さんのことをね思った歌がインオンアウトの方にも収録するんですね。あ、その場所までですか？その場所まで、あれはね、まあ、前編が美濃山やったわけじゃないんですけど、はい、正月、去年の正月、うん、あのお兄さんピンチの時に、旭川であいつがライブがあるって言うんで大丈夫かやと思って、まあ、行ったんですよ僕、うん、その時に、まあ、ちょっと喋ったりして、まあ、作った歌なんですけどね。でそれをそればっかりで1番2番3番全部歌うわけにもいかないので、うん、まあ、もうちょっと歌自体は広げて、うんうん、でもやっぱり一部どうしても、はい、うん、美濃山にっていう思いはある歌ですね。ね、リクエストいただいております。京都のひみさんから、今日は長生さんがゲストということで楽しみにしてました、出られる頃には仕事休憩終わってるので録音してから聞かせていただきますね、嬉しいですね、もしリクエストできるならあの場所までお願いします。その場所、その場所まででいいですよね。ね、ひみさんすいませんね、あの急いでねリクエストいただいて、いいんですよ、あっちの場所でもこっちの場所でも構わないですよ別にあれでもこれでもね、こっちで分かりましたんで、うん、はい、あの場所まで、やっぱその場所まで、ね、でこの歌を初めて聞いたのは赤坂カンティーナで、なんて優しい歌なんだろうと涙が溢れて止まらなかったのを覚えています。ライブ終わってタイトルを聞いたら、できたところだったからまだ、うん、と言われた。あ、カンティーナでやった時は、うんうん、まだタイトル決まってなかったですよね、うん、その時はあの場所までだったんじゃない？違いのその場所まで、ね、どうしようかなと考えて、札幌戻してから、うんうん、まあ考えたタイプ、はい、アルバムに入ってとても嬉しかったですと、5月の京都のライブ楽しみにしてます、京都のゆみさんから、ありがとうございます。 ありがとうございますね、あの再放送も、ありますし録音して聞いてくださるということで嬉しい。京都のライブはね、うん、あのなんかツイキャスで配信するとか言ってますんで、あ、そうですか、よろしかったらさ、あの他の皆様も、うん、ご覧になる方法があると思いますので、はい、まあ、告知はまた後ほど適当にどっかでします。ね、関西の方は初のインオアアウトの、ね、ライブアルバムツアーということだと思いますけど、あの佐々木幸男さんゲストにいらっしゃった時にこのアルバムいいよねなんて言ってました、うん、いいおっちゃんですこの間一緒に飲んで、はい、幸男さんペロンペロンご機嫌になって帰りました、はい、そうですか、うん、なんかねいつもはあのこの先のやりたいこととか、うん、言わないタイプなんですって。でも今年だけはあるよって言ってた。やっぱりアルバム作りたいって、あ、完成にするのかな、うん、家のものシリーズ、うん、そうそうそう、うん、なんか今年だけはねなんか展望っていうかあるんだよって言ってました、うん、いや70になってあのエネルギーは立派なもんですよ、うん、健康にはねとにかく気を使ってきた
成果だっておっしゃってます、うん、で仲間のミュージシャンが朝まで打ち上げをしてるときに、うん、定時に帰って寝てたって言ってそれも寂しいなその積み重ねで健康があるっておっしゃってましたけどね。はい、じゃあね行きましょう、酒井長生さんの新しい、去年の周年アルバム、ね、の中からその場所まで。大事なものからなくしてくのはなぜ？なくしてしまってから気づくのはなぜ？ゆうこの木曜おむすびラジオをお送りしております。この時間はですねおむすびラジオでおなじみでございます、シンガー酒井長生さんのお時間ですけれども、長生さんの意外な特技というかカーリングをね、はいはいはい、はい、前回盛り上がったんですけど、はい、もう長年もう多分この8月で10年目突入になるのかな、どんな感じでやってるんですか？チームあるんで、はい、チーム練習いろんなコミュニケーションのスポーツなので、はい、チーム練習、あとはまあ時々一人でコソ練、うん、コソ練やって大会とか、あとね今やってるカーリング場でリーグ戦があるんですよ、うん、そのアマチュアのね、うん、今それをメインにやってます、うん、この間終了したんですけど、はい、今回の部があ、はい、そうですか、あの北京オリンピックで盛り上がってね、周りからなんかカーリングのこと聞かれたりしました。最近シート取れなくてダメです。あ、そうなの。4年に一遍こういうこと起こるんですよ本当にもう、あのなんだっけ、ロコソラーレのおかげでね、うん、はい、もう4年に1回シートが取れなくなるんですよ。月サム、そうです、ね、月サムのカーリング場札幌もね、はい、あそこも初めての方も、まあ、コーチつけて教えてくれますよ、はい、できるっていうことで、はい、まあ、北見なのでやっぱり日常の中でちょっと何人か集まったらカーリングやろうかとか、その環境、あとはね、あのリーグ戦とかもあって、うん、チーム4人いればできるのかな。いや、もう最低3人でもできる、最低3人でもできる、はい、なんかそういうのもねだんだん参加する人も増えてきたりとか、うん、でもあの体制に慣れるまでが
大変ですね。あの、うん、皆さんそうおっしゃい、前後に足開いてね、だってもうカーリングのストーン離せられないですもん、そっちになんかもうよしけたっちゃって、あれね、デリバリーって言うんですけど、はい、そこまで行ければもう楽しい、楽しいでしょうがない。うーん、もう、まあ、あの的の中には行けるようにはなった、はい、誰がですか、ま、私ね、はいはいはい、行けるようになったんだけど、はい、何も作戦も何もないっていうか、うん、もうでもそれは我がチーム海山に入ればすぐ進歩しますよ。ああ、そうなんだ。オフシーズンじゃあ札幌でちょっとねトレーニングしようかな。ぜひぜひもう遊びください、はい、あのただね、うん、来月の上旬からカーリング場一回閉まっちゃうんですよね。うん、ちょっとの間、はい、シート氷の張り替えで毎年この時期一度閉まっちゃうんですよ、うんうん、その間私暇でしょうがないんですよ。本当にそうですよね、まあ、自主トレ、もう週に2回も3回もね、うん、通ってたものが、はい、ある日1ヶ月ポンとなくなっちゃう。週に2、3回も通ってたんですか。行ってます行ってます。へえ、はい、まあまあまあ、じゃあその間あれですね、走ったりそういうの楽しくないじゃないですか。あ、本番タイプだもんね、スポーツとかって、うん、楽しくないと続かないですよ。あれはあの任天堂でカーリングのゲームできました。はい、全然興味ないです。スイッチできました、うん、あとはもう遠征ですね、北見まで行ってやる。あ、2回ぐらい行ってますよ、うん、軽井沢にも一度行ってますし、はい、はい、うんうんうん、ついでがあれば、はい、あのブラシ、長いブラシも一緒に持って、おお、マイ道具あってね、はい、うん、で5月5日終わって京都終わったらまたライブはちらこちらでやったり、うん、と6月に帯広かな、うん、それからあ、そうだ、4月の28日の話していいですか。はい、あ、そうだ、なんかすごいんでしょ、うん、あの昨年のキューブ、あの足立さんも来ていただきましたけど、はい、まあ、キューブみたいな、うん、あの感じのやつを、はい、8月28日日曜日なんですけど、うん、16時から、はい、にぎにぎしく、おお、これは何のなんか記念のライブ。記念ではないんです、ただあの、うん、そうですね、ああいうキューブガーデンの時のような照明だとか、はい、そのいろんな企画だとか、うん、演奏だとか全部きちんとしてやると、うんうん、あれはライブというよりもコンサートに近いじゃないですか、はい、ああいうのを年に一遍やろうと、はい、だ今回もいろんなこと企画して、うん、照明なんかもがっつりまたちゃんとやって、うん、普段のライブのあの裸な感じもいいんですけど、うん、年に一遍はちょっとそういう背伸びしてやろうかなと。だからそれを今年は8月28日に、うん、場所言いますね、北一条西8丁目、うん、となったっけな、 STB の向かいだね、向かいです、あの山田電機の向かいに、うんうん、ミュージック&ダンス専門学校とかいうのがあるんですよ、はい、あそこの5階かな、うん、なんかそこに立派なホールがあって、はい、そこをお借りすることできたんで、はい、そこでやろうと思う。またその時ま、そうね、近くなったらまたおむすびラジオに、うん、おむすびラジオに毎週来ますよ、その頃8月に出ていただいて、毎週来ますから、毎週そうね、その時はライブのチケットプレゼントとかね、いいですね、しつつ、ね、はい、新しいファンの方にもね、長生さんの生の曲聴いていただく、ぜひぜひ、はい、まあ、長生さんのライブ行った時びっくりしたのが、長生ギャルっていうの、前列が長生さんの写真ずっと撮ってる。あ、いや俺、誰撮ってるのってだ、でと思ってびっくりした。誰撮ってんのってそれ俺。でも後でね、アップしてた50枚とか80枚とか、うん、調整さんの写真。あの人でちょっとおかしいんじゃないかと思うんですけど。まあ写真なんか撮ってもしょうがない男なんですけど、まあ、遊びに来てくれたらいいなと思って。はい、ということでね、ちょっとこのテレ屋さんのとこがさ、またいいですよね。テレ屋さんかと思いきや、厚かましいとこもあるでしょ。そうね、まあまあまあ、で今日恋の話、愛の話もねたっぷり伺いました、ね、リクエストもねたくさんいただいてありがとうございます。そんな話から始めるからちょっとほら声が下がっちゃったじゃない。声が、いやいや、そんな時もさ、ほら、あの美濃屋さんみたいに何でも恋ぐらいな、ね、何でも恋ですけど感じで、うん、愛に恋ですか、ね、愛に恋にね、はい、いいね、恋はしてたいですよね、はい、どうですか、恋はしてたいですよね。僕が女性に興味なくなったらもう終わりですよ、うんうんうん、はい、だって例えば仕事先に可愛い子いるとかって言ったら張り切っちゃうじゃないですか、うん、ねえ、可愛い子なんかすれ違うだけでいい気持ちになる、うん、いいですね、
まあまあまあ、だって例えば舞台から見てて、おあれあの子初めてちょっと可愛いじゃんみたいな、ちっちゃいライブハウスならありますね。ああ、うん、30、40、50、60になってくると、はい、そうはなそこまで余裕なくなりますけど、 見渡す余裕はないけど、うん、初めて見ます、うん、店とか、はい、何度か行って、その15人サイズのライブハウスってあるじゃないですか、うんうん、まあ、それだと思う、うん、あれいいですよ。例えば15人っていうのは15曲歌うから、はい、1曲ずつその人を見ていけばいいんですよ。絶対また来てくれますよ。あ、そうですよね、うん、うん、目があったなんてね、100人になるとそれはできないので、あ、まあ、5月5日はそのぐらいのキャパ余裕ありますので、ぜひ5月5日、ね、そうそう5月5日来てください、はい、ね、初めての方でもウェルカム、うん、ウェルカムウェルカムでございますので、うん、堺朝鮮さんの方へ、または、ライブハウスログ、はいはい、北14西3ゼウスビル地下です、はいはい、こちらのライブハウスの方までお問い合わせもよろしくお願いいたします、はい、さてそれでは、インオアウトの中からあのお別れの曲、私はね、はい、存在を選びましたですね。お別れですか、もう今回。そうなの、別れなの、ちょっと2、3日止まってって止まってきます。やだね、もう4時になったら帰りますけどね。あの存在というね曲、はい、これはどんな思いで、これはあ、そっかそっか、あのコロナ禍ね、ちょっと染みたなこの曲、うん、うん、あの難しいとこで生きてる意味なんてことに悩む、うん、若い時期ってあったじゃないですか。何のために生まれてきたんだろうって、ね、うん、うん、そして太宰かなんか読んで死にたくなっちゃう時期あったじゃないですか、はいはい、まあ、それもみんな通り過ぎるし、うん、だからちょっと例えば結婚したりとかして、うん、いい時期もあって子供できたり、はい、みんなある程度同じ道通ってくるじゃないですか、うん、でもみんなずっと悩んでるでしょ、うん、どうすんだろうこの先とか、はあ、うん、それはね、なぜっていうか、うん、それが生きることなんだなと。そうだね、うん、なんか悩みはあるけど、うん、悩みとか問題を解決するのが人生だって教えられたりもしたんですよね、うん、悩みない人生なんかつまんないよみたいなね、うん、まあ、悩み数えていくのが人生じゃねえかなって僕は思いますけどね。新曲できそうですね。いやできないじゃあ別れの曲存在、はい、じゃあこの曲振りをしつつ一言最後にご挨拶など、本当とりあえず5月に5日に皆さんに会えたらまずは幸せ、8月に会えたらもっと幸せ、ついでに言います、1月にもさっき出たあのおじさんとやることが決まってるので、ぜひぜひ、まあ、あちこちでやってますんで、ぜひ顔見に来てください、ね、ラジオでも今顔が見れる時代なので。そうですそうですですから、ね、お顔、うん、ぜひぜひ声を名前を聞いたらぜひ遊びに来てください、はい、ということでございまして、今後ともおむすびラジオでは準レギュラーですからね、準レギュラーとしてもう何かあったら呼びますので、はい、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。それでは堺朝鮮さん存在お送りしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。くくりつけ、ボールを追いかけてたあの頃、才能とか勝負とか駆け引きとか、そういうことじゃなかった。君のためだけに生きていこう、恋するたびに繰り返す決心、
生活とか現実とか将来とかそういうことじゃなかった幸せになるために生まれたそんな言葉をばらまいたりしてかもなければ不可もない意味さえないそういう言葉だ